はい、本日はですね、ノースフェイスのスイープを紹介していきたいなというふうに思います。で、早速ですね、そちらがこのアイテムになってるんですけども、スイープで言えばですね、ノースフェイスの小型のカバンの中でも多分一番人気のあるようなアイテムっていうことになってて、まあ夏場とか、まあこれからの時期、まあ、ちょっとしたお出かけ、買い物行くとか、スーパー行くとかであったりとか、あとまあ犬の散歩とか、お子さんと一緒に散歩とか、それ以外にやったら旅先、旅行とかでまあ使ったりとかできるっていうことで、まあ結構人気で、ちょうどこれ容量が4リットルなんで、まあめちゃくちゃいい感じなんですよね。で、逆にこれ以上ちっちゃかったらあんま入らへんし、大きかったらこう背負った時というか持った時にでかすぎるしっていう、まあ絶妙な大きさになってるので多分人気やとは思うんですけど、まあこれの紹介をしていきたいなというふうに思います。まあ今日お話しする内容としてはですね、まず特徴を言って、でまあその次にデメリットを言って、おすすめの人を言って終わりっていう、まあ大体いつもの流れなんですけど、まあこんな感じで進めていきたいなというふうに思います。で、途中ですね、まあ僕が好きなこういうボディバッグの中で、アークテリクスのマカ2っていうカバンがあるんですけど、まあその辺とかとも若干比較というか、そこも交えながらお話はしていきたいなというふうに思いますので、まず特徴からお話していこうかなというふうに思います。では早速ですね、容量からなんですけど、その容量が4リットルって言ってもまあパッとわからないと思うので、まあどんな感じか一回入れてみたいなと思うんですけど、まあまずですね、まあ皆さん持ってはると思いますけど、財布、まあ特に夏場とかやったらこういう長財布持ってる男性ってポケットに入れるとこう出ちゃうんですよね。で、冬場とかやったらアウターの中に入れるから見えないんですけど、やっぱケツから出てんのってちょっと子供っぽいなと思うので、まあこういうの入れると思うんですけど、まあこれであればスイープは4リットルでも横に広いので結構スポーンと入っちゃうんですよね。で、こんな感じで入ってて、で次に夏場といえばサングラスですよね。こういうサングラスかけはる方も多いと思うので、まあサングラスとかも一応入れとこうかなという、しかもケース入りで入れられますし、でさらにまあエアポッツとか、友達と待ち合わせしてる時に何も聞いてへんのあれやから、まあ特に遅刻してくる友達と待ち合わせする時なんかはこれ必需品ですよね。入れといて、で次に夏場といえば通り雨があるので、こういう傘も入れておくんですが、これがやっぱ先ほど言ったアークテリクスの違いなんですけど、このスイープは4リットルでも横に広いんですよね。で、アークテリクスのマカ2っていうのはここにあるんですけど、これ3リットルか 3.5 であんまり変わらないんですけど、こういう正方形タイプなのか、スイープみたいに長方形タイプというか横長タイプなのかの違いなんですけど、これやとマカ2やとこれ入らないんですよね。だからちょっと縦長のものとかっていうのは結構入りづらくて、中財布とかは入るんですけど傘とかは入りづらいんですが、こういうスイープやったら横に長いので全然入っちゃうということになってて、まあ、さらに、まあ、僕の視聴者の方とかって多いと思うんですけど、こういうブツですよね、まあ、末端価格で言うと結構な値段にはなるんですけども、まあ、こういうのも入れていくということになってて、まあ、これ勘違いされてる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ブツといっても変なものではなくて、ただのタバコですので、まあ、その辺は勘違いしないようにしていただきたいなというふうに思いますし、まあ、Google さんもその辺は勘違いしないようにしていただいて、赤版はしないようにしていただきたいなというふうに思います。ではこのブツを入れますね。という感じで、今言ったみたいに財布とか傘とかサングラスとかエアポッツ、ブツって入れても入っちゃうんですよね。という、まあこんな感じで入ってて、なので容量としてはこれぐらい入るので、まあ特に男性とかやったらもうこれ以上荷物持ち歩くことないと思うので、まあ申し分ないんじゃないかなというふうには思います。で、基本的には今のメインのチャックのところが全て容量なんですけど、上側にこういう留め具みたいなのがあったりするので、まあこの辺は多分ね、鍵やと思うんですけど、メッシュになってて中は見える仕様なんですけど、まあ、おそらく鍵を入れるスペースなんやろうなと思うんですが、家の鍵とかを上には入れておいて、で、さらに、この横側、右の横側だけにはメッシュのこちらもジップがあるので、例えばこういうのとかやったら切符とかですよね。切符であったり、あと映画とかやったら券とかありますよね。まあハワイとか行きはる方とかやったらトロリーバスの券とか、まあそういう紙みたいなものとかカードみたいなものを入れておくのには結構最適な場所かなという感じでは思いますので、計3箇所ですね、収納場所は。でもまあおそらくメインは多分ここの、先ほど見てもらったところがメインにはなってくるかなという感じでは思います。で、次がですね、こちらがまあボディバッグとか多いと思うんですけど、こういうワンタッチの仕様になってて、このワンタッチの部分が一応ノースフェイスとロゴは入ってるんですけど、こういう感じでパチンって外してあげたら外れて、で自分のところでもこうやってパチンって止めてあげればつながるという感じになっております。で、こんな感じですね。まあなのでこうパッて見てもらったら4リットルってちょうどいいんですよね。そんなに大きくもないし、男性が背負って、僕178なんですけど、男性が背負ってもジャストぐらいな感じだし、まあこれやったら女の子が使っても全然いけるしっていう感じだと思うんですけど、もう一個ちっちゃいグラニュールとかやったら結構小さいんですよね。だからそれはちょっと小さすぎるかなとも思うし、入らない、その財布とかも入らないですし、あと逆に大きくもうワンサイズ大きいやつとかは
はなんかオリオンかなんかであったと思うんですけど、それやともうでかいんですよね。もう体の全部がバックになっちゃうので、まあ、これ結構サイズ的にはちょうどいいかなという感じでは思いますね。で次がですね、撥水性をちょっと見ていこうかなと思うんですけども、一回ちょっと外しますね。まあおそらくですね、ノースフェイスのことやからおそらく撥水性は多少してあると思いますが、一応明記はされてないです。撥水があるとは書いてないんですけど、まあ、おそらく撥水性はあるんじゃないかなというふうには思います。ということで一回垂らしてみましょうと。あ、やっぱりそうですね、ちゃんと撥水の加工はされているようですね。なので今こうやって濡れたんですけど、中開けても何も濡れてないという感じになっているので、まあ、多少の小雨であればこれも対応できるような撥水の加工が行われています。まあ、これも今若干濡れてるんですけど、わかるかな、はい、という感じになっておりますが、中は全く濡れておりませんということになってます。で次の特徴としてはですね、この体に当たるところっていうのがしっかりこうメッシュになってて、なおかつクッション性もいいということで、もうこれっていや普通やんけって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、例えばこういった GU のボディバッグも持ってるんですけど、こういう GU のボディバッグとかやったら背面、そういう要は体に当たる部分っていうのにメッシュとか施されてないですし、クッションとかも入ってないので、まあ、こういうのがやっぱり安いファストファッションのカバンとこういうアウトドアのカバンの違いと思うので、パッと見はそんなにロゴ入ってるか入ってないかやなと思うと思うんですけど、こういう細かい部分まで考えられてるっていうのがやっぱりアウトドアブランドなんやなという感じがするんですけど、まあ、実際こう当たってても痛くないというか、中に硬いものがあってもこう体に当たるような感覚っていうのがやっぱりこういうクッションがあるだけでだいぶ違うんやろうなというふうに思うので、なんかこの動き怪しいですね、ちょっとやめますねということになっているので、まあ、この辺も特徴じゃないかなというふうには思います。で次がですね、デメリットっていうところなんですけど、デメリットが何かっていうところなんですが、これはちょっと物を出していくんですけど、デメリットとしてはこの中身メインのところっていうのに収納が全くないんですよね。だからこうガバーッと入れちゃう感じになっているので、例えばちっちゃいリップであったりとか、まあ、こういった電池とかもそうですよね、こう入れちゃうとどこにあったっけって言って探さなあかんっていうのが結構めんどくさかったりするので、まあ、そういうのはこういうマカ2とかの方がしっかり中に仕切れる場所があったり、中にジップが採用されてたりするので、まあ、小物を入れるんやったらこういう方が向いてるとは思うんですけども、少ない荷物しか入れへん、例えば財布とサングラスとあとまあブツしか入れへんとか、まあ、これぐらいやったら全然中に仕分けとかいらないんで、もうこれでガバッと入れちゃってガバッと取れると思うんですけど、結構細かいものを入れはる方とかにはあんまりおすすめできひんカバンかなという感じで思うので、まあ、男性の方とかは比較的全然問題ないと思うんですけど、女性の方とかやったら結構小分けのスペースがあるような方がいいと思いますし、まあ、もし仮にこれを選ぶんであればポーチとかに入れた状態でリップとか入れれば全然問題ないとは思うんですけど、まあ、そういう収納のスペースがないっていうのがまあデメリットかなという感じでは思います。で次はですね、おすすめの人という感じになってるんですけど、まあ、おすすめの人としてはこれってほんまに街中でめちゃくちゃ見かけるぐらい男性でも女性でも全然つけれるんですよね。で、まあ、値段的にもう5000円切るぐらいなんで、値段的にもそんな高くないから気軽に背負えるし、で男子でも女子でも使えるっていう感じになってるので、おすすめの人は結構幅広いかなという感じでは思います。で特にですね、スポーツ要素の強いファッションをしはる方、スポーティーな感じが好きな方とかはこれが結構おすすめで、もうちょっとファッション性が欲しい方はこういうマカ2やと思うんですけど、ファッション性っていうよりかはまあスポーツテイスト、例えば自転車に乗るとかやったらこういう方が向いてると思いますし、まあ、他には T シャツをこうタイトめに着たい方とかはこういう方が向いてると思うんですけど、こうオーバーに着て今っぽい感じの流行りとかは多分こういうマカ2の方が流行りっぽい感じにはなるんかなというふうに思うので、おすすめできる方としてはやっぱスポーツテイストの強い方はこれは結構おすすめじゃないかなというふうに思います。はい、ということになっているので、まあ以上がスイープの紹介なんですけども、まあこれ自体がですね結構値段的にも安いし気軽に持てるっていう感じでもあるので、汚れても全然気にせんといけると思いますし、あとなおかつファストファッションとの違いっていうのもちゃんと出してきてるっていうところになっているので、まあ 4,5,000 円払うだけの価値はちゃんと出した状態で、あとはまあ選ばしてるんやろうなっていう感じはするので、まあこの辺は小分けがないっていうのが嫌やっていう方からしたらめっちゃ高いやんと思うかもしれんし、ちゃんとこういうメッシュであったりとかクッションとか考えられてるなって思う方に関してはおすすめだと思うので、まあその辺を参考にしていただければいいかなというふうには思います。はい、ということになってますので、まあこれからの買い物であったりとか、あとちょっと街中うろうろするときとか、あと旅行でちょっと街中うろうろ歩くときなんかはおすすめかなというふうには思います。はい、ということになってますので、本日はですねノースフェイスのスイープを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。